手につける以外にもう一つ時計を持ち歩きたかったので、トラベルウォッチケースを購入しました。ジッパーを開けて取り出してみます。ケースをバッグに引っ掛けておきたかったので、この輪っか状の金具は重要です。時計ぐらいの重さであれば十分に留めておくだけの作りはしています。叩いてみます。ケースはバリスティックナイロンでできていて、YKK のジッパーがついています。チャックを開けてみます。スムーズに開けることができます。開けて中を見てみます。乾燥剤とクッションが入っていました。小さい時計を入れた時などに動き回らないようにするためのクッションです。ケースの中をじっくりと見ていきたいと思います。ケースの内部は柔らかいベルベット素材になっています。反対側も同じ素材でできていて、クッションは取り外し可能です。それでは中に入っていった袋を確認したいと思います。この紙は説明書ではなく商品紹介の紙でした。袋に入っているもう一つのものは時計を拭くためのクロスでした。マイクロファイバー製です。それでは実際に使ってみたいと思います。まずはケース径が 36mm のザ・シチズンです。自分が所有している中では一番小さいので、まずはこれで試してみます。揺らしてみましたが音はしないので、動いてないのは確認できました。次は自分が持っている中で一番ケース径のでかいティソのシースター2000です。 46mm ですが、クッションをつけたまま使用してみました。チャックを閉めて揺らしてみます。中で動いているような音はしないので、きちんと時計は固定されています。 Amazon で2499円の商品ですが、バッグに取り付けて一度使用してみましたが、全く問題なく使えました。似たような商品の中では高い方の部類だと思いますが、しっかりとした作りで結構長く使えそうです。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。